どうもピオキングです。今日はこのコースやってきます。ゼーキストリークすごくダサい鎖ということですかね。でサムネの鎖ダメだ、最後までこのキャラを突き通そうと思ったんですけど無理でしたね。何やってんだろうって思いますよでリンクってゼルダの伝説の方のリンクかと思ったんだけど、サムネに鎖っぽいのがあるじゃん。だから訳し方は間違ってないと思いますよ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0% で、最近クリア率 0% めっちゃ多くない？名の知れてる制作者さんでクリア率 0% っていうのは大体バグが来るんだよな。まあそれも楽しみだということで、はいどうもこんにちは挨拶ぐらいさせろよな。開幕まで一気に行っちゃいます。もうすぐ黒猫ヤマド来ちゃいます。ここも一気に行っちゃいます。いややめとけやめとけ、魚が降ってくるかもしれない。意外と何も来ないのね。じゃあオンを押した瞬間右押しっぱだ、間違いない、魚だどうしたどうした、今日はただただ騒がしい実況になるんじゃないのか。じゃあ左で逃げようか、うん、早いな変わるの。なんか良くない流れが来てますよ。だからいつも通りおとなしめでクールな実況やっていこうかなと思いますよ。あめちゃめちゃ普通に叫んでた良くないよな、ちゃんとおとなしくやるって言ったんだから貫き通さないと。じゃあドアに入っていけませんよ。もういいってそれ、今まで何度も見たじゃないかこういうアロー。ジャンプしたらオンオフが変わる、で2回目はいけるんでしょうね。さあもうゴールがあってもいいよ。あるわけねえだろ早いんだよゴールを求めるのか。じゃあオンオフをする、いや一旦右行ってみようか。右行っても何もない、オンオフをして僕は何もしないよ。石の矢じゃー、ハテナを叩いた瞬間すぐクッパクランに乗る。これで大丈夫だ、石矢よくもやってくれたなお前は。ちょ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 いや違うんだって、すいません、今のは見たことにしといてください。こうやってね頭をぶつけたかっただけなんだよね石矢に、まあ、そういうね戯れをしたかっただけなんですけど、この50コインいや30コインかよくわかんないけど取っていいのかな。取ったら正解っていうこともあるもんだ。頼む振り込んだよ、取った瞬間すぐ下に逃げようか、これ大丈夫。うわー50コインだ。僕がさふざけてると思ってるでしょ、意外とコイン取った方が正解っていうこともあるからだ、過去に何個もありましたよ。じゃあここでパンを投げたら下からたくさん何か出てくると思いますよ。だからここで投げてすぐ土管に入っていく。土管は土管にありませんね。明日さ実家で餅つきがあるんだけど、いや今時珍しいよね餅をつくなんてさ。餅つきって言ってもあれだよ、木でと臼をちゃんと準備して餅つきすんの。お父さんがあんた若いんやから力を感じなさいですっていやマジできちんだってあの木で、相当重いんだからな、目の前に自動餅つき機があるのよなんでそんなことすんの、それ使えよって思わない。じゃあこのオープンブロックに乗って右ダッシュでいいんじゃない。うわー得意だー、いや違うんかい。で去年さうちんちのキネが何キロあるんかなと思って調べたんだよね。そしたら8キロぐらいあって、もうそんな8キロなんて何回も振り回しはさ筋肉痛になるよね。いつも筋肉痛になって帰ってくるんだけど。じゃあここでジャンプして上に渡っていきます。どっちだこれ、2分の1上と下だいたい石来るもんだ、下に行こうか、こっちが正解よっはだー。だから絶対明日筋肉痛になるんで、筋肉痛が治るまで実況休もういやそっちじゃない、そっちじゃないんだってバレ。もう一旦じゃあ上から行ってみようか、こっちが正解かどうか試してみたくない。あ、いけるんかい、いけんのかい。ただ今ので分かったことがありますよ、僕も学習能力っていうものはあるからね。ここは右ダッシュして進んでいく、で花をかわせる。なんだこの矢印、おいだキノコ様、君はなんでいつも一人で勝手に閉じこまってるんだい。君から歩み寄ってくるっていうのはないのかい。このハテナは何、コインか。じゃあもう右に進んでいくよ、一旦この上何があるか調べておこうか。なんもないのかい。じゃあ右上行きます。まあこのまま先に進めるわけねえだろ。パウンところでキノコが出たからそこで待っておけっていうことね。了解、キノコ出てこないよ、右ギリギリまで行けっていうことかい。そうしたらキノコが出てくるのかい。ナイスキノコ様。でこのままもう右に行っちゃおう、あのハテナブロックは意味がないっていうことが分かった。で何か書いてるんだ、英語はやめてくれ。ノウレッジ知ってるノーしかわかんねえ、ノーは知ってるとかそんなんだよな。でチッキー、チッキーってなんだよ、楽器しか知らねえよ、なんもなんじゃねえか。パウの上に土管があるぞ。この場所でさっきはパウ発動してしまったけど、この上に行けば大丈夫っちゅうことなんじゃない。やっぱり土管があるで、わかるわけないじゃんここ、見越しパウ
なんでそんなことすんのよ。エルじゃないんだよ。俺はマリオだ。あいえい、呼んだケイディさん。僕を呼ぶ声が聞こえたよ。もう終わりかい、僕の出番は。いや、これ上のパブロックどうにかして取れないから。よしよしよし、で、ここから右に。過去一最低の引っかかり方じゃねえか。あいえい、今度は任せてよ、兄さん。このパブロックを持っていけばいいだけ。簡単な話じゃないか。で、パブロックで花を倒す。で、このパブ持っていく。あ、持っていくことはできないのか。じゃあ、ここで中間ポイントゲット。よくやったぞ、ルイージ。なんかあるな、ここにベルトコンビアゲ。じゃあ、土管に入っていこう。土管じゃないの、あれ。よく間違えんな、ルイージ。そして上の50コイン取る。いや、とっても特に意味はなさそうなんで、この場所に行きます。なんか出てくれたろ。あ、緑同士やるじゃねえか。で、これはバネ落とすんかな。やめてください。無言プレイの時に罠を変えてくるのやめてくれませんか。ベルトコンベアの向きが反対になってたよ。じゃあここは左に逃げます。で、このバネを持って、いや、今度こそあのパワーブロックは叩けない。落とす。これでどう。だけどばーい。そもそもよ、バネを落とす必要があるのかどうかさえ怪しい。この上にジャンプするとかそんなんなんじゃない。一旦行ってみようか。あ、何もないね。じゃあ右に行っちゃって何も出ないから、やっぱりこれ落とさなくちゃいけないんじゃない。これ落としてみようか。この場所で落としてみます。そうするとどうなるか。パウを持てちゃったよ。僕は常にダッシュボタンを押しながらやってるからね。で、この先フラワー取る。ここバブルかなが出てくる。いや、取っちゃっていいのかな。取っちゃって。いや、これまだいけるよな。別にスピンしなくてもいけるっていうことを証明してみせるぜ。行き過ぎだ。これ思ったんだけど、スピンしてもこいつ倒しちゃうよな。だから別にスピンしなくてもいいんじゃない。で、ここで砲台動きます。で、この場所でスピンしようか。スピンして上に行っちゃうと。何やったら。でも、もう分かったもんね。ここに扉があるっていうことかな。なりめ、やめろ。なんか今ね、ドアに入れなかったんだよね。だからここで一旦当たるでしょ。で、スピン、スピンからの、これでどうかな。これで、あ、これが一番行きやすいね。一回当たることが重要なんだよ。で、なんかあと、何を見ると。あとー私、動画を出すとですね、ありがたいことに1日で 2.5 万から3万再生ぐらいするんですよ。で、そんな3万人の方に言いたいことがあります。頭おかしいんじゃねえの。大丈夫か。こんな動画を見てるってさ、まあ、ジャンプして、ジャンプ買いに行こっか。すいません、見てくれる方に失礼ですよね。ちゃんとお礼を言わないと。ありがとうございます、本当にいつも見てくれて。お金張ります。君たち楽しいかい。僕をそんなにボコスかやっちゃってさ、罪悪感っていうものがないのかい。そうかい、そうかい、楽しいかい。ならせよ、呼んできな。ちょ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 。いや、これはどっち。右上。いや、右っぽいな。右行けねえから、これどうにかしてこの隙間を。いや、行けそうなんだよな、この。行けた。じゃあこっちで合ってるんじゃない。バカにしてんのか。これ右じゃないってことは、もう左の土管しかないよな。あ、普通にこう行けばよかったのか。急いで行けばよかっただけっていうことね。で、その四角の枠の中、絶対閉じ込みようとしてくる。だから、降りて左ダッシュ。これで問題ない。分かってんだよ、最近。バモー。そういや、最近さ、声が高くて耳がキンキンするって言われたことがあるんだよね。だから、みんなが聞きやすいように声のキーを下げていこうかなと思いますよ。ここはどうすればよかった。砲台が出てきたのは分かってんだ。この辺か。ゆっくり行けばいいのか。これで大丈夫だ。読み通りなんだよ。さあ、この上のボムちゃんを壊していこう。なんだい君は。君は隠しブロックでやられることができるのかい。大丈夫だ。アンクラは避けれる。これは怪しいな、このハテナブロック。この右のペラペラを壊すために鉄球が出てくる。そうだろ。雪玉。僕は餅にしか見えないよ。さあ、餅つきの始まりだ。えいや、これはさ、バネ。いや、これさ、どう考えても進めんぐらい。これ上、いや、これ新耐久だ。やっぱ新耐久だよな。あ、なんか上に道があるよ。なんか上の方に行けばどうかなるみたいな。こんな感じで行く。このバネに乗る必要あるかな。かバネに乗らなくても行けるような気がするんだけど。いや、無理か。ごめんね、喋りにくいからもう通常の喋り方戻ってしまったんだけど。まあまあ、身体救命士こんくらい余裕ですよ。見ててください。ちょっとこの地下ブロックが邪魔ですけど。このタイミングだ。くっそ、ぶつけ。いや、面白い。このバーン、バンちゃん、
なんで自動餅つき機を使わないんだい。じゃあ冷たい救命地を舐めるぞ。ほらほらほら、やっぱりね、チェックポイント2かないかなと思いましたよ。だって先に進めるルートがなかったもんだ。なら無事中間ポイントにゲットだぜ。さあ、ここのオンオフをしていいのかい。したら上から何か降ってくる。だからこの場所で大丈夫だ。やるじゃねえか。あのチョロプーこっちに来なくなかった。なんか止まってたような気するんだけど、止まるチョロプーとかいるんだね。じゃあ何もしないで見るよ。あ、やっぱチョロブー止まってんじゃん。このストーカーが。なら魚が通り過ぎた後に僕もおります。チョロブー蹴んなよ。いや、あいつ来そうだな。あ、ここ隠しブロックあんのか。ナイス、邪魔だね。で、このボール乗らなきゃいけないとか。うわ、なんなんだろうこのボール。一旦乗ってみようか。乗ってこいつを踏む。乗る意味全然でかったな。Pスイッチ。じゃあこのPスイッチは、えっ、あー、なら、こいつの上に出てくるピースイッチをどうやって踏めって話ですよ。一旦戻ってみようか。そうしてこのピースをお前こっち来んだよ。いや、バーがあるからこれ台っぽいね。で、ピースイッチを踏みます。で、下に行けばいいのか。で、そんなに落ち出さなくてもいいじゃんか。ちゃんと来るってここまで。では、このさ、バネに押し出されるシステム何？これの意味がマジでわかんないんだけど。いや、面白いからいいんだけど。じゃあここはバネ、いや、バネいるよな。やっぱり上に行けないもん。じゃあどうやって行くこれ。バネを持った瞬間すぐ左に逃げる。今度は出てこないな。まあいいや、進めるわ、進ませてもらおう。じゃあこう土管に入れない。いや、なんでワープすんだよ。もうそういうのいいって。僕はね、バグだって嫌いなんだよ。なあ、こっからどうやって進めばいいんだよ。右か、右に行けばいいのか。いや、何も変わんねえんだけど。え、あー、そんな、よかった、よかったな。これは中間ポイント1戻しなんじゃないのか。大丈夫ですか。こっちに行けばだった中間戻しか。え、なんか中間ポイント戻しのような気がする。ちょ戻ろう。いや、わざわざ取らなくてもいいもんだ。やめてくれ、頼む、誰か僕をやってくれ。おで、何か出してくれ。これ落ちるしかないのか。いやー、冗談じゃん。さっきはバグ嫌いとか言ったけど、むしろ大好きな人間なんですよ。そんな気悪くしないでって制作者さんさ。むしろバグが足りないとまで思ってるね。さあ、ここ降りてっていいの。ゴールが見えたぞ。あ、これできる、これ頑張ってろ。もうゴールが見えたってことは、あと 2,3 回以内にクリアできると思いますよ。早く出てこい、魚。お前が落ちてこないと僕はいけないんだよ。で、右、なんか降ってくるんじゃない。で、左も怪しいね、このドス。うわ、なんかしてきそう。え、何一人真相してた寂しいやつだな。僕も左側いたらね、乗ってあげたかったんだけど、ここなんか。やっぱりだ、分かってんだよ、そっくらい。これは隠しブロックとかは。隠しブロックはない。じゃあこのドスの上に乗ってゴールしようじゃないか。いや、やっぱやめよう。ちょ、はい、ゴールさせて、やったいや、すごく楽しいコースでした。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。一発マリオ、プーの置き土産。説明文に、プー、そんなもん頭に乗せるなって書いてるんだけど、サムネを見る感じ、ブラパが邪魔でゴールできないんだよね。だからブラパの下にプーが現れるから、その下をくぐっていけっていうコースなんじゃないかな。ただゴール条件があんのよ。どんなコースなんだろうね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 3.6%。おそらくブラパを倒したらゴールとかそんなんなんじゃないかな。いや違うね、プーを1体倒してからゴール。でもそのプー倒しちゃったらさ、ブラパ落ちてくるんじゃない。え、なにこれ、これどうやってゴールするの。意味わからんって。考えろ、プーが出てきたらブラパに押し潰されてゴール条件が手に入れれる。あ、多分ね、一つしかないと思うよ。プーがやられた瞬間に下をくぐる。ドカッカー。ちょっと時間見ていこうか。298になった瞬間ダッシュ。はい、ダメ。297になった瞬間、このタイミングで。全然違う。じゃあ297と298の間、このタイミングぐらい。いや、でもね、めっちゃ惜しいところまで来てると思うよ。87、このタイミング来い。これしゃがむ必要あるかな。しゃがんだら勢いがなくなっちゃうからゴールできないよ。ハハハハハハ。いや、急に来てめちゃめちゃビビったけど、こんな感じのコースもあるんだね。すごく楽しませていただきました。どうもご視聴ありがとうございます。